はい、皆さんどうもこんにちは、ヒロシのトップレーダーです。今日はですね、以前視聴者様の昇様より送っていただいた12本のウイスキー、その一部をね飲みたいと思います。まずはね、昇様より送っていただいたウイスキー12本をね再度ご覧ください。こちらがですね、届いた荷物になります。12本のボトルがですね送られてきました。ありがとうございます。ではね、早速全部開けてみます。いや、これはね、すごい。いかがだったでしょうか。素晴らしいウイスキーたちを送っていただいたのぼる様、本当にありがとうございます。ヒロシの隠れ家にね、ウイスキーを送ってくださる方は本当に皆さんセンスが良くて、今回ね、のぼる様から送っていただいたウイスキーも実はね、関連性が結構あるんですよね。ウイスキー好きな方ならお気づきだと思うんですが、バランタインとホワイトホースとジョニーウォーカーというオールドブレンデッドウイスキーをまずはね揃えて送っていただきました。さらにね、バランタインとホワイトホースのキーモルトとなるシングルモルトウイスキーも送っていただいてるんですよね。このね、12本のセレクトがすごい粋なねセレクトだと思います。のぼるさんはね、多分ただものではないですね。本当にね、ありがとうございました。そんなのぼる様より送っていただいた12本のウイスキーの中から今日ご紹介するのがですね、こちら、じゃん、グレンエルギン12年。こちらはですね、シングルモルトスコッチウイスキーとなっています。まずはね、情報から。グレンエルギン蒸留所はスコットランドのスペイサイド地方に1898年に創設されました。ブレンデッドウイスキーのホワイトホースのキーモルトとなるモルトウイスキーです。1990年代よりシングルモルトとしての発売を開始。当初は年数表記なしのもので、ホワイトホースを表記していましたが、現在は12年表記になり、ホワイトホースの表記もなくなりました。ということでですね、グレンエルギンはあの有名ブレンデッドウイスキーのホワイトホースのキーモルトとして有名ですね。グレンエルギンがシングルモルトとして発売されたのは1990年代ということで、まだね、シングルモルトとして発売されているのは30年ほどということですね。しかも通常ウイスキーって5年おきくらいにラベルチェンジだったりボトルチェンジを行ったりするんですが、このね、グレンエルギンは細かな変更はあれど30年のうちに1回しかね、大幅なラベルチェンジをしていないはずです。一番最初のラベルは1992年頃から2004年まで発売されていた、こちらのグレンエルギンが最初のラベルになっています。この頃はね、正式名称もこちらを見てもらうと、ホワイトホースグレンエルギンという名前だったようですね。世界の名刺店で調べる時もグレンエルギンのグ、苦行で調べてもこのグレンエルギン出てこないんですよ。ホワイトホースの補行、ホワイトホースグレンエルギンで調べないと世界の名刺時点でも見つからないので、もしね、探してる方いらっしゃいましたら、ホワイトホース補行でね調べてみてください。そしてグレンエルギンが初めて大幅なラベルチェンジを行ったのが2004年でした。2004年から2022年、現在までが今回ご紹介するこのラベルのものになります。このラベルになった当初はここにね、帯封がついていたボトルだったんですが、ここ最近のボトルはね、この帯封がないものになったようですね。なので、多分このボトルはね、本当に最近のものだと思います。ホワイトホースのキーモルトというと、ラガブーリンが有名なんですが、
実はね、最近のホワイトホースの主なキーモルトはこのね、グレールギンだとも言われています。ラガブリももちろん使用されているんですが、割合はね、こちらのグレールギンの方が多いのではというくらい、最近のね、ホワイトホースは華やかなニュアンスがね、強くなってきていると思います。まあ、同じスペイスサイドモルトのクライゲレヒのキーモルトなんですが、そちらもね、結構多めに使われていて、スペイスサイド感がね、最近は強いのかもしれませんね。このね、グレールギンと一緒にノブル様より送っていただいた、こちらね、1970年代のホワイトホースがあるんですが、このね、1970年代のホワイトホースを飲むと、まあ、現在のホワイトホースよりも、ラガブーリン感がね、強く感じられます。こうやってね、ノブル様のおかげで、古い1970年代のボトルと、現在のね、ホワイトホース、こうやって飲み比べできるっていうのがね、本当に嬉しいことです。本当にね、ありがとうございます。そしてね、このグレールギン12年は、このね、ポテンシャルがね、ラガブーリに隠れていて、なかなか知られてはいないんですが、ウィスキー好きの間ではね、クロート好みのシングルモルトとして有名です。まあ、そのね、知名度の低さから、大体のね、大手の酒屋さんでは在庫が余っていますので、すぐにね、買えると思います。こちらは現在のね、市場価格で言うと、大体4500円前後で買えると思います。そして容量は 700ml、アルコール度数は43度となっています。ではね、早速、グレールギン12をね、飲んでみたいと思います。ここですね、キャップはコルクキャップとなっています。これですね、色味は少し濃いめの琥珀色になっていますね。はい、ではね、早速香りから。とってもね、いい香り、かなりフローラル、そしてね、甘い香りがして、柑橘系で爽やかなね、フルーティーな香りもあって、スモーキーさはね、ほとんどありません。かなりね、上品な香りがします。これはすごく好きな香りですね。ではね、いただきたいと思います。美味しい。口当たりはね、結構滑らかで、蜂蜜のような華やかでリッチな味わいです。まあ、その中にやはりね、柑橘系のこうフルーティーな酸味も若干あって、きちんとね、麦芽感もあります。まあ、これぞスペイスサイドモルトというような味わいだと思いますね。これね、かなり好きな味わいです。まあ、グレールギンはホワイトホースのキーモルトなんですが、ラガブーリに比べると全然スモーキーさはないので、スモーキーがね、苦手な方でも飲めると思います。まあ、大きなジャンルで言うと、グレンリベットとか、グレンモオレンジなのが好きな方におすすめできるウイスキーだと思いますね。まあ、もう少しね、幅を狭めると、まあ、クライニリッシュやアバフェルディなんかがね、好きな方には好きだと思います。まあ、先ほども言いましたが、少し大きなね、量販店、まあ、山屋さんのような店であれば、いつでもね、こちら、グレンエルギン確か売ってるはずなので、まあ、ホワイトホースのね、隠れた風味を感じてみたい方は、ぜひね、このグレンエルギン12年飲んでみてください。ここでですね、スコットランド蒸留所完全制覇への道企画。スコットランド蒸留所完全制覇への道企画とは、スコットランド蒸留所にある全てのモルト蒸留所のシングルモルトウイスキーをボトルで手に入れて飲んで紹介する、そんな企画を行っています。今回ご紹介したグレンエルギン12年は、スペイスサイド地方にあるグレンエルギン蒸留所のシングルモルトウイスキーですので、こちらにね、積みをしていきたいと思います。はい、このようにですね、グレンエルギン蒸留所の隣に積みが押されました。これでですね、残り59箇所の蒸留所のウイスキーを手に入れて飲んで紹介すれば完全制覇達成ということになります。まあ、まだまだね、先は長いんですが、ゆっくりとね、完全制覇目指して頑張っていきたいと思います。ということですね、今日のヒロシの隠れ家は、視聴者様ののぼる様より送っていただいたホワイトホースの隠れたキーモルト、グレンエルギン12年をご紹介させていただきました。ではまた。